私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、旅、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。現住の大人の人に協力してもらって、滋賀の夜空にオレンジリボン浮かべたで。オレンジリボンにはな、児童虐待を防いで子供の笑顔を増やそういう思いがあるね。綺麗やな。ほら見て、子供の笑顔が一番言うてみんな宣言してくれだったんよ。子供のうちはな、困ったことがあったら近くの大人に相談したらええんやで。何にも遠慮することないで。滋賀は子供を大切に思う大人でいっぱいやな。滋賀の夜空にオレンジリボン、みんなで協力してくれて大きにな。今日もオレンジリボンを浮かべてきたね。子どもたちの笑顔は私たちの未来の宝物だと思っていますので、児童虐待防止には絶対やめていただきたいと思います。みんなの街に行くの楽しみに待っといてな。明日のおっさんと忍者ガーがまさかのバトル、草津エイスクエアでアミンチュライブ。イエーイ。こんにちは。今日はね、お友達連れてきたんだよな。津軽三味線のジュキさんです。皆さんこんにちは。すごいですね、たくさん。私事で大変恐縮ではありますが、4月に第2子を出産することになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。2人目です。茨城体操プロデューサーということで、ちょくちょく顔を出したいなと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。はい、好みおめでとうございます。ありがとうございます。
シャネするんでしょう。どうせまた飲みすぎてえずくんでしょう。運動はスポーツ中継見てるだけ。せーの、何や、わし呼んだか。なんでわしバーコード電子安じゃがやかな。や、安じゃが？どう見ても安のおっさんですよね。何言うてんねん、このバーコードピーティしてみーな、はい、レジで安じゃがって出るで、これねえ、安じゃがじゃなくて安のおっさん、安じゃがって認めてくれた。いやいや、もういいです、いいです、もう間違えて言うたら、最悪ね、忍者がじゃなくて段取り間違えたんか。段取り間違えましたけど、もう最悪ね、安のおっさん言ってくれ、安のおっさんじゃなくて、もう忍者がじゃなくて安のおっさんでも結構です。それでも食らえ。あのさ、そんなあの PA さんがボタンを押した音だけの攻撃聞かへんで。今度は私が相手だ。忍者が大ヤスジャガー。よいしょ、組むでこれ、よいしょ、がっくり寄ってて押し出していくで。あ、なんか1月2日3日はオーズプリンスホテルで忍者がショー、和洋中バラエティ豊かなブッフェディナーを食べながら見て参加してゲットできる福袋のようなショーだよ。お問い合わせはこちらまで。もももあたしおやまいもんだもん。忘れ去られたやまいものキャラだもん。忍者がかっこいいもん。ディナーショー頑張れ。でごま吸ってたら自分も吸ってたもん。トロ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 。エンディングはこちら。長浜ちりめん、長浜ちりめん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。